こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今日はですね、めちゃくちゃ暑いんですね。多分気温がこれから30度近くになるのかなと思うんですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、昨日久々にですね、行きつけの美容室に行ってきました。かなり髪も短くしたんですが、いかがでしょうか。まあ新しいヘアスタイルになりましたが、僕は個人的にとても気に入っています。そんな暑い日が続いている6月初旬なんですが、まあ今月もですね、様々なものを買い物しています。まあステイホームの期間がですね、無事明けたので、僕も実際のお店に回りながらですね、お買い物を楽しんでいるわけですが、まあ、最近僕が買ったものをですね、今回の動画ではご紹介をしてみたいと思っています。はい、ということでまず一つ目からご紹介したいなと思うんですが、それはですね、今実際に着ているこちらの T シャツですね。はい、こちらはですね、ユナイテッドアローズが展開しているアンルートというレーベルがあるんですね。そちらのオリジナルの T シャツになります。まあ、素材はですね、ポリエステル 100% でできていて、まあ、いわゆる化繊の T シャツなんですね。まあ、速乾性があって素早く乾いてくれるのと、あとはですね、シワになりにくいという特徴があって、主にスポーツの時に活用できるような T シャツかなと思っています。僕はですね、このアンルートというブランドが結構好きで、様々なアイテムを持っているんですね。このアンルートというブランドはモードっぽいデザインと、あとはスポーツというところをですね、ミックスしたようなスタイルを得意としているブランドなんですね。まあ、シルエットもですね、ちょっとゆったりめのものも多いですし、今っぽいデザインのものが結構たくさん並んでいて、個人的にすごく好きなブランドです。で、僕が今回買ったこの T シャツというのは、基本的にですね、室内でトレーニングしたいですとか、あと最近はですね、ようやく外でランニングすることができるようになってきたので、外でも着る機会も増えてきました。まあそれもあるんですが、最近はですね、もうこの T シャツと、下は今ノースフェイスの短パンを履いてるんですが、この2つが僕にとってのワンマイルウェアになっているんですね。自宅から事務所に通う間はこの着こなしが多くて、まあ、事務所で仕事をしている合間にですね、僕は筋トレをしたりランニングに行ったりするんですが、このままの格好で基本的には済んでしまうので、めちゃくちゃ便利かなと思っています。まあ、スポーツブランドの T シャツというと、今までナイキであったりノースフェイスを着ることが多かったんですが、まあ、スポーツブランドのロゴが入っているだけで、まあ、やっぱりスポーティーなイメージが強くなるかなと思うんですね。まあ、今回はですね、アンルートのブランドのロゴが入っているもので、サイズ感もですね、少しゆったりめのものを選んでいます。通常のスポーツ用の T シャツは割とタイトなものを着ることが多かったんですが、今回のような少しゆったりめのスポーツウェアというのも意外とですね、今っぽくていいなというふうに感じています。色のベースはブラックで、このあたりのプリントにはグレーだとかホワイトを使いながらモノトーンで構成されています。まあ、背中もね、ちょっと見てもらいたいんですが、見えますかね、背中にもしっかりとこうプリントが入っているので、後ろ姿でも楽しめる T シャツなのかなと思っています。これは結構気に入っているので、ひょっとしたら色違いで買っちゃうかもしれないです。確かカーキもすごいいい色だったので、ひょっとしたらそちらも買うかなと思うぐらい気に入っているアイテムになります。皆さんもですね、スポーツウェアを選ぶ際のですね、一つの参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、まあ、先日ですね、ユニクロプラッと歩いていたんですね。何か YouTube で解説できるようなものはないかなと思って探していたんですが、そんな時にですね、ふと見つけたのがこれからご紹介するアイテムなんですね。まあ、早速ご紹介したいと思うんですが、こちらですね。これはですね、ユニクロ U の今季のキューバシャツになりますね。はい、色はですね、ダークグレーというものになっています。今期のユニクロ U の発売日というのは多分ですね、春先だったと思うんですね。僕も初日に買いに行ったんですが、具体的な日にちはあんまり覚えてないんですね。ただまだ肌寒かったので、スプリングコートなんかも出てる時期だったんですね。そのタイミングにですね、こういった半袖のオープンカラーシャツ、まあ、こちらはですね、キューバシャツというものなんですけども、こういったものも出ていたんですね。ただですね、その頃はやっぱり肌寒かったので、なかなか半袖のシャツというものに目が向かなかったんですね。でもそれからですね、数ヶ月経って今6月になると半袖が着たくなる季節なんですね。そうなるとですね、こういったユニクロ U のキューバシャツを見て、あれ、これめちゃくちゃいいじゃんって気づくわけですね。これまではあんまり視界に入っていませんでした。まあ、キューバシャツというのはもともと定番的なアイテムではあるんですが、最近トレンドになってるオープンカラーシャツと基本的なデザインは変わらないんですね。この首周りの感じなんかも同じなんですが、大きな違いというのはこの部分ですね。
こちらにプリーツが入っていたり、あとは胸ポケットがあったりだとか、まあ、こんな感じでディティールに凝っているのがですね、キューバシャツの特徴なんですね。まあ、オープンカラーシャツは結構たくさん持っているので、ちょっと違ったものが欲しいなと思っていたんですが、まさに僕のイメージにぴったりのものがすでにユニクロ U に並んでいたわけですね。完全に盲点でしたね。まあ、こちらはですね、まあ、デザインは結構シンプルで、キューバシャツの中でもすごく使いやすいかなというところ、そこは一つのポイントなのかなと思うんですが、もう一点めちゃくちゃ気に入ってるのはこの色なんですよね。まあ、なんとも言えない色で、ブラックだとちょっと夏には重たい感じがするかなと思うんですが、こちらはダークグレーといって、少し品のあるようなすごくいい色味になっていますね。なんとも表現できないような色合いで、ちょっとネイビーっぽくも見えるし、グレーとネイビーの間のように見える感じかなと思っています。こちらでしたらブラックのショートパンツなんかに合わせてもいいかなと思いますし、あとは河川のシャカシャカパンツに合わせてもすごくバランスがいいかなと思うので、これからですね、着倒したいなと思っています。まあ、T シャツ1枚のスタイルもすごくいいんですけど、どうしてもそれだけだと襟がない分ですね、ドカジュアルになってしまうんですね。ですので、ちょっと小綺麗に着たいなという時には、こういった襟付きのシャツが1枚あると便利かなと思っているので、まあ、これからの季節めちゃくちゃ使うだろうなと思っているアイテムですね。まあ、ユニクロにしては結構高めのですね、4000円前後の価格帯なんですが、それぐらいでですね、こんなデザインのいいキューバシャツが手に入るというのはそもそもですね、ありえない話なので、皆さんもぜひチェックしていただきたいなと思っています。まあ、ユニクロ U の人気っていうのも、もうこれぐらいの時期になるとだいぶ落ち着いているので、近くの店舗でもですね、きっと取り扱ってるかなと思いますので、ぜひこちらのキューバシャツもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目ご紹介したいのはですね、また性懲りもなく買ってしまったんですが、こちらのアイテムですね。サタデーズニューヨークシティの T シャツになりますね。このブランドの T シャツはワンシーズンにですね、もう5枚ぐらい買っていますね。もう動画の中でもですね、何度も何度もご紹介してるんですが、今回もですね、新しいものを買ってしまいましたね。僕はですね、日常的にいろんな通販サイトを見るのが習慣になっているんですが、その中でもですね、サタデーズのサイトは結構頻繁にチェックしてるんですね。多い時だと週に 4,5 回はチェックしていますかね。その中で気に入ったものがあったら結構ポチってしまうんですね。サタデーズは代官山にショップがあったりだとか、あとは有楽町の阪急の中にもお店が入ってるんですが、僕はお店で買うことはほとんどないですね。特にサタデーズでは T シャツを買うことが多いので、僕の中の決まったサイズ、サタデーズでは XS を選ぶんですが、もうそれはですね、柄だけ見てほぼノールックで買える状態かなと思っています。通販でも自分のサイズ感っていうのはよく把握できると結構買い物がしやすいのかなと思っています。まあ、こちらの T シャツはビッグシルエットに振るのではなくて、あくまでジャケットのインナーとして着ることが多いので、なるべくジャストサイズのものを選ぶようにしています。今回も白ベースの T シャツなんですが、こちらにですね、ブルーのアンダーバーが入ってるんですね。その上にサタデーズのロゴが入ってるんですが、このブルーのバーがですね、ちょっと清涼感があって非常に気に入っています。まあ、サタデーズの T シャツって結構セールやってるんですね。今回もこちら多分半額ぐらいになっていたので、思わずポチってしまいました。僕の中では一つ制服があって、ディストリクトユナイテッドアローズのセットアップがあるんですが、そちらの内側に T シャツを着るというのが一つのですね、仕事上のユニフォームになってるんですね。まあ、そのセットアップは基本的には変わらないので、その内側に着る T シャツを変えながら気分を変えるようにしています。本当に何枚買っても飽きないのがサタデーズの T シャツなので、通算で何枚になるんですかね。まあ、これからもポチポチとしたいなと思ってるんですが、こちらの T シャツも非常に気に入っています。はい、続いて4点目なんですが、こちらはですね、ナノユニバースのニットポロブラックを購入しました。まあ、ニットポロっていうのはこの数年はトレンドアイテムなんですね。結構いろんなブランドから出していて、僕もですね、今から2年前にビームス F というブランドのニットポロシャツを買ったんですね。それも結構ハードに着て、もうくたびれて捨ててしまったんですが、結構愛用してたんですね。ただ僕はもともとこのポロシャツっていうアイテムあんまり好きじゃないんですね。なんか若々しさを感じられないので、僕はあんまり得意とはしていないんですね。ただポロシャツの中でもこういったニット素材のものというのはここ数年のトレンドになっていて、まあ、少しやぼったいお父さんっぽい感じはあるんですけど、それをあえて楽しむという感じではすごく重宝するアイテムなのかなと思っています。まあ、ポロシャツの中でも素材がニットということで、すごく上品な雰囲気が漂いやすいのと、僕はあえてですね、このボタンを第一ボタンまできちっと締めて綺麗めに着たりすることが多いんですね。そうするとですね、ちょっとモードっぽい雰囲気というか、シュッとした雰囲気もなりやすいので、僕はこのポロシャツ
つすごく気に入っていますね。まあ、サイズはですね、あえて今回はワンサイズ上げて M サイズを購入しました。まあ、ポロシャツというとやっぱりタイトに着ることが多かったんですが、まあ、最近の流れのビッグシルエットを取り入れることでだいぶ見え方も新鮮になったかなと思っています。まあ、いつも通りのベーシックなアイテムもですね、ちょっとサイズを変えてみるだけでもだいぶ気分が変わるかなと思いますので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。まあ、ニット素材なんですけど結構ガンガンに洗えるような石鹸になっているので、まあ、これからの季節もですね活用したいなと思っています。皆さんもビジカジでも使いやすいのでよかったらチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、昨日久々にですね有楽町、銀座、青山、表参道さまざまなショップを回ったんですが、その中でたまたま見つけたものがありまして、僕が購入したのはこういったキャップになるんですね。僕がよくですね仕事でもプライベートでも使っている有楽町のトゥモローランドで購入をしました。彦坂というブランドのキャップになるんですが、結構シンプルに見えるんですが細かいところすごく凝っている帽子になっていますね。まず一つ特徴的だなと感じたのは、通常ですねこういうキャップというのは本体部分とつばの部分をこう合わせるようにですねここに線が入っていることが多いですよね。ですがこちらのキャップはですね見ていただくと分かる通り、本体からつばにかけてシームレスにですねストンと落ちるようなデザインになってるんですね。これが面白いなと思ってまずはちょっと注目したんですね。でもこういうのって被ってみるまで全然イメージが湧かないんですが、被ってみるとすごくバランスも良かったんですね。まあ、ブラックのシンプルなキャップは持ってるんですが、このようなちょっとしたプリントというのも実際に被ってみるとアクセントになるのですごく雰囲気も良かったんですね。素材使いも少し変わっていて、サイドはこのようにちょっとメッシュになっていたりですとか、あと一番驚いたのは後ろなんですね。後ろのベルトがですねこれ時計のベルトと同じようになっていて、ナトーベルトと呼ばれるようなものを意識して付けられているんですね。僕が今実際につけている時計のベルトと同じような雰囲気ですよね。こういった細部のディティールがすごく凝っているので見ていてすごく気に入ってついつい買ってしまいました。このようにですねパッと見はベーシックなんですけど、よく見るとすごく工夫が凝らされているなっていうアイテム、僕は大好きですね。夏なんか特にですね身につけるアイテム数が少なくなるので、どうしてもシンプルで退屈になりがちなんですね。そんな時にこういった小物で遊んでみるのもいいかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね気に入ったキャップですとかハットですとか帽子なんかを探していただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が6月に買ったアイテムの中で特に気に入っているものをご紹介させていただきました。今撮影しているのは6月の初旬なんですが、これからですね夏に使えるようなアイテムどんどん購入をして、これからも皆さんにレビューをしてみたいなと思いますので、ぜひそちらもお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。